はい、ひと月清水です。驚きのニュースが入ってまいりました、えー、自民党総裁選ででさまざまな議員がね、あの立候補する中でですね、なんと推薦人を40人以上集めた小泉進次郎元環境大臣総裁選出馬表明ということでいや40人以上っていうのはですね、これはすごいことですよ。 っていうのも、これどういうことかというとですね、今回の総裁選はまず派閥の区引きがだいぶ緩くなっています。で、なので推薦人20人以上を集めるのが難しい。ね、自民党の総裁選というのは、推薦人が20人以上いたら、まず立候補ができて、で、その上で、まあ、小泉進次郎さんが出るって言ったら20人、認められなきゃダメなわけですよ。で、 それがね今までだったら麻生派をね抱き込むとかそういうことをすれば誰でもねあのすぐ集められたんだけど今、出れないでしかも11人ぐらい候補者いるわけですよで自民党の国会議員の数で370人ぐらいなんですよだからもう,こう取り合いになってるわけですようわーっていう中でまさかのいや、冗談はやめてくれよの新次郎がですね40人以上支援表明をした。 いやもうこの小泉進次郎が日本の総理大臣になる日は近いやばいという話をですね元博報堂の作家の本間隆さんとですねもうこれはですね日本の危機であるということで話をしていきたいと思いますお間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは自民党総裁選の簡単な説明をしておくとですね誰でもねなりたいなりたいっていうことはですね あの言っても総裁選に出るためには20人以上の推薦人が必要になるんですよでしかも自民党の議員じゃないとダメだから370人自民党の議員が今回いるということはですねえー、最高でも18人ぐらいしか出れないわけじゃないですかだから石破さんとかも今推薦人集めにちょっと苦戦したりもしてますよね高市早苗さんもまだ20人集まったっていう話は聞いてないですよね で今、コバホークことですね、えー、小林隆之さんという、えー、東京大学ね、えー、法学部をご卒業された後に財務省になって、でそしてから、えー、議員になった後は統一教会にあの恩を売りまくるという坪、ね、議員がですね20人集めたっていち早くやりましたけど、やっぱ信次郎、格が違う40人、つまり40人もし集めることができたら、自動的に他のやつよりも一つ落とせるわけですよ。これがね、やばい。うん、だからし 推薦人40人以上、支援表明、正確には20人は確実に集め、支援表明40人以上というのは、ですね現在、最大の人数になっております。なので、新次郎、自民党新総裁は現実味を帯びてきた、そして自民党総裁になるということは、ですね議会で最大与党の自民党が内閣総理大臣という行政の長さを選びますから、 内閣総理大臣、小泉進次郎君がですね、天皇陛下から任命されるというですね、マジでちょっと日本大丈夫いや、大丈夫だねよ。ちょっとおばさん、どう思いますか天皇陛下から、こうやって任命されるわけですよ。あの、大丈夫。大丈夫。陛下が拒否するから。いや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 、それは、あの、 えーと日本国憲法をしっかり知っている人からするとですね、もしそんなことが起きたらですね、この天皇の体験また戻ってくる、大日本帝国復活、GHQ 含めてアメリカめっちゃブチギレみたいな、もうそういう国際問題に発展しますよ、おばさん。いや、ここはでもやっぱりちょっと、ヘ下リカに頑張っていただくご正談。ご清断をお言葉を ちょっとマジでちょっとえもう一回また正談をしてもらわなきゃ。<laughs> いやあの,、まあ、の<か>戦前の昭和天皇ですらですね午前会議でそんなにご正談とか出してませんから、まあ、だからお気持ち回しかないわけあのお気持ちの発表を宮内庁を通じて、えー、自民党総裁選が あまああのー、盛んであると、ね、えー、民主主義の国として望ましいことであると、ただ、日本語がきちんとしゃべれる人がいいなっていうことを宮内庁長,長官っていうでもうこれだけで大流通になりますけどね、もうこんなもん政治介入だってのは、でも大変なことになりますけど、まあ、大変ななことになるよねでも、信じろ、なっちゃうの、本当に。 いやーすごいねもうだから自民党もまあ進次郎がさ、うん、これで総裁になるようだったらもうマジで自民党終わりっていう感じ、うん、そうねあのー、もう本当にだからわらわにもすがる進次郎にすがるいや進次郎にすがったらあかんやろその,そのあんつうの 中身が何にもないけれども、うん、まあ一応知名度があってまあ若くてまあ人気がある、うん、一応ねもうその一点だけに絞ってみんなが「我も我も」って乗っかっていくってすごいよねやっぱねいや<で><っ>これがさ100歩譲ってなんか新次郎ってすげえいいこと言ってんなと。うんうんうん あのー、結構周囲をうならせるようなことを言ったりやったり、うん、例えばしてるっていうんならまだ百歩譲ってまだ分かるんだが彼が一体、彼の何、なんかまともなこと言ったことってあったっけっていう、ほとんどないんじゃない、うん、っていうさ、失言が多い,出現多いよね。うん、で今回これにに出るにあたって えー、要するに、裏金もらってた議員に関しては、うん、あれで全部済んだと思っちゃいけないみたいなことは言ってるけど、うん、具体的にじゃあそれをどうするかっていう話は、やっぱ彼でさえしてないんだよね。まあ例えば、小泉進次郎がですね、あのー、裏金議員絶対許すまじと、私が総裁になったら、全員自民党離党処分だくらいのこと言ってたら、 いいけど、うん、っていうか、うん、言ってねえじゃんってことは裏金オッケーなんだろうお前っていう。でじゃあその小泉進次郎が何でこんなにね集まったのかこの裏っ側にいるのがどうも菅義偉だといううんなんなかねあの話もあるんですけど確かにね、うん、私一つ印象的なシーン覚えてるんですよ。これは 2021年菅義偉さんがあの岸田さんじゃないですよ菅義偉さんが内閣総理大臣の時に自民党総裁選には出ませんというふうに言ったんですよでその時小泉進次郎がどんな感じだったか覚えてます本間さん,うーんちょっとね多分みんな忘れてると思うから<ー>あのちょっとそれをね 出るべきだだみたたいなことと言ってたんだっってんけ答えをちょっと流します TBS のニュースからちょっと引用させていただくんですけどまず、うん、タイトル「小泉大臣涙ながらにコメント菅首相に出馬見送り宣言か」っていうところにですねちょっといきますよすごく短いんで感謝しかないですねいっぱい思い出すとね言葉浮かんできますけど。 いうふうにですね、もともと菅さんは、小泉進次郎を官房長官、河野太郎が幹事長、あるいは逆化、まあ、いわゆる、で、石破さんを持ってくるとかですね、小石川連合というやつでですね、なんとか変えてやるというふうにですね、思ってたわけなんですよ、政権をね、人気を上げてやるんだと思ったんだけども、麻生に邪魔されて、で、えー、 まあそれは実現できず菅さんはですね、えー、自民党総裁選をですね出ることを諦めたという背景がございまして小泉進次郎にとってはですね菅義偉はああこんな日本語もできひんのに大臣にしてくれてありがとうというですねちょっとしたあの恩人ででんでこんなに集まってるかっていうと例えばこれあの日刊現代の記事なんですけど 菅前総理が最終兵器を出した次の総理にもうんぬんというです、ね、あの記事が出ているんですが、まあ、菅前内閣総理大臣からするとです、ね、岸田というのは自分の足を引っ張った象徴でございますから、まあ、これはもうあの処分したいわけですよ。なので、多分今回もいろいろ動いたんだと思う。で、小泉進次郎を官房長官とか幹事長とかそういうポジションじゃなくって総理大臣に持ってくる。 うん、っていう一足飛びの話をですねな、うんでやりたかったかというと、まあ、やっぱ岸田への恨み晴らすというのとまあ石丸現象を見て東京都知事選挙で若いねあの顔をね立てればうまくいくんだって勘違いしたっていうですね。っていうところででも実際小泉進次郎っていろいろ記事見てると菅さんとか森喜朗とかからね 結構押し出されてだから「ほんまかいな新次郎やで」って思ったら40人以上支援表明で「ほんまなんやって」これまああれじゃないよく言うじゃんみこしは軽い方がいいって、ね、いや軽いけどせめてこうわっしょいわっしょいってやった時になんか飛んでっちゃいそうですよ軽すぎて新次郎せめてあの座っててくれないと。 なんか飛んでっちゃいそうなんですけど軽すぎて。もうね、あの彼はやっぱりね、うん、あの失言癖がさ、うん、もう多分もし首相なんかになったら初日から炸裂すると思うよやっぱり。うんうん、まあね、あのいろいろなあれにあのジャーナリストにさ。うん ぐいぐい突っ込まれて、うんまあ、岸田みたいにそれをさ、ああ、話し合わーみたいな、やり過ごせるタイプならいいんだけど、うん、結構、えー、なんなの、こいつ喧嘩売ってるのか、買ったるでみたいなところあるね、うん、結構。うん、で、それでまともだったらいいんだけど、うんうん、なんかこう、いや、特に何か何かしたいこと、ま、でもまたじゃあ、岸田と一緒じゃん。うん、その別やりたいことはないけど、 首相をやりたいいてうか小泉進次郎、の首相って何する仕事なのか分かってんのかな大丈夫か <laughs> 分かってないか。いやもしか、これはやはり最後は陛下の。陛下にすがるしかない。<laughs> 無理無理。それはもうね、んでそれが国際的に大問題になるんだっていうことをね。 えっとおそらくピンとこない人のほがほとんどだと思うんですけど、まず、えー、まあ憲法違反になるからね。憲法違反にもなるけど、そんな発言をちょこっとしただけで、ぶち切れる国はですね、アジアでは、まず中国、韓国、間違いなくぶち切れ。いや、もう怖いよね。怖い。で、日本最最軍備だ <laughs> もう大日本帝国か、<や>第二次日中戦争かー、また韓国は支配されてしまう。 でプーチンもずっとウクライナでこうやってるけどなんか変なこと言ってるって言われてシベリアシビリアまた来ちゃうのってシベリア出兵あんのとかね<ー>で何よりもアメリカがです、ね、<ー>おい誰一人お前そんなこと言ってんじゃねえよって言われてう絶対大問題が起きますよ。うーん確かに <laughs> でもも今の憲法下ではちょっと難しいんだが、それをあえってや、<laughs> 破ってもらっても、新じるが首相になるのはやめた方うがいいとうもう、あの、空足の勘がいると、日本を憂う陛下の心を伝えられない空足の勘が大量にいると、そいつらを排除して、陛下ごせ打だうって、いや、もうこれ、もう、戦前の、いや、なんかもうさ、<laughs> いきなりさ、自民党の債運くみたいになっちゃってる。<laughs> 高市早苗ももこんなこと言いませんよ。<laughs> ねえ、ちょっとさ、<laughs> 俺たちもさ、そこまでた、たそこまで、そこまで頼らなければな。もう、か陛下の親民である我々の民主主義の人間としての民度の低さが露呈してしまい、<laughs> ここは一つお言葉を、みたいな。 だ <laughs> <ー>からそれ以外、なんかあんのか、これ解決方法、<laughs> なんかあるか <laughs> まあ、だからね、これやっぱり、本当 <laughs>、まあ、そこまで自民党はもう追い詰められてるっていうことの、あれでもあるよね、うん、証拠でもある、うん、もうとにかく、もうなんか、なんだかよくわかんないけど、人気あるから。うん 人気にすがりたいということでしょ、うん、これ、うんうん。別に彼が何か日本の首相として日本をこういうふうにしていきたいとか、何かあるわけでもなく、と、うんえー、いうかある、あるかないか、これからなんかいろいろ言うだろうけども、うん、今までの言動を見てて、別にそれがあるようには特に見えないわけで、うん、それでもすがるっていうのは、うん、多分、うん、 でやっぱりほら、あのー、新次郎を推す人たちは、やっぱり若い人たちもいっぱいいると思うんだけどさ、まあ若いって、自民党の,の議員の中で比較的若いっていう。まあ40とか50。そうそうそう。もともと、ね、青年局が45歳までですから、あ<ー>自民党の中では45歳までが青年でございます。ああ、そこら辺がなんかもうすでにおかしい気がするけど、うん、まあ、まあ、そういうぐらいの年齢。で、あと、選挙で、 えー、まだ地盤が固まっていない人たち、うん、まだ1回か2回しか通ったことがない人たち、うん、からすればまあもう次の衆議院選挙は恐ろしくてしょうがないわけでね、うん、結局もう暴風が暴風が吹いてるけど向こうの島には渡れって言われてるみたいなもんですさもうノルマンディ上陸作戦みたいな感じですよ<おー> <laughs> もう大変なやっぱり恐怖を。 感じてもうねノルマンディーのあの他のところです裏がで許さあたた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 とかでね統治協議ふざけんなたたたたたっていう民衆の銃弾が飛び交っている中ですねもう何の装備もなくですねとりあえずあそこ上陸していけっそれぐらい選挙になると思うよもうなるよね。まあだからさそうだよな二百三高地でもう。 上はロシア軍がさ、機関銃持ってんのに、うん、そこに白だす機体が突っ込んでいくみたいなものよ。<laughs> えっと、ノルマンディーは第二次世界大戦ネタで、えー、203コーチは皆さん、えーと、日露戦争ネタなので、もう3四4 0年ぐらいちょっと離れていますけど、まあ、ちなみにちょっとね、うん、一応修正をしておくとですね、みこしは軽い方がいいんだという発言に関して、皆さん、誰が語源か知っていますか、うん これはですね、<れ>海部俊樹さんなんです。<ー>この時にですね、あの2000えー、1982年のね、えー、総裁選の時にですね、小沢一郎さんが当時、自民党幹事長を務めていて、担ぐみこしは軽くてパーなやつが一番いいというふうにこう言ったんですよ。じゃあ皆さん、海部俊樹さん、私も子供ながらに、まあ、1989年総理大臣に。 なった人ですから、なんか頼りないなっていう印象残ってます私はでも、海夫俊樹さんと小泉進次郎、<laughs> いいですか？海夫俊樹さんで軽くてパーなんですよ。うんえー、じゃあやっぱり小泉進次郎になっちまうんですね。もう軽いところかもう、うん、わッシュをわッシュをやってる間に浮かんでて飛んでっ ちゃうんじゃないかなっていうふうにやっぱ思うんですけどもう海部さんに失礼まあそりゃそうだねでも軽くてパーな方がいいどころじゃないです <laughs> 座ってられない飛んでいっちゃう <laughs> 無理やろういやちょっと無理じゃないのどう見てもちょっと海部さんの方はねやっぱりさましですましだよね、うん うん彼はだから、本当、何がしたいんだろうっていう。小泉純一郎ね、まあ、さっきも、ね、紹介しました、まあ、前回の動画でも紹介しましたけど、日本のために何ができるかっていうところをですね、かあの彼のね、ホームページクリックするとですね、メッセージって出てきてですね、うん、次に変えていこう、で、何をっていうと、なんかね、細かい字がみゃーって出てくるんですけど、私、全部読みましたけど、 え何を変えたいのかよく分からんっていうもう <laughs> <laughs> ちょっと信次郎信次郎本当になったらやばいべまずあのあの外交ができるのかっていう問題がありますよね、うん、えっだ外交だって外交は外務省がやるんでしょう,う。<laughs> いや 環境大臣の頃に SDGs 持続可能性な社会みたいなね環境系のサミットに出てアメリカでうん、うん、ステーキアメリカに来ましたけどステーキは何あの食べたいですかっていう風に言われた時に<ー>毎日でも食べたいねとかって言ってこれがもう大失言なんですよ。なんでかっていうと牛肉育てるには普通に穀物育てるよりもお豆とかあの餌とかねあと肥料とかこれものすごくいるわけですよ。 だから、環境大臣がそういう発言をするっていうのはですねすごい失言の挙句にセクシーだっていうふうにこう言ってしまってです、ね、あれがそのままいやそれは15年前にはそういう発言あったよとだけど彼ももう勉強したよっていやいやいやそれ数年前の話やからうんちょっとねー この失言の才能は結構怖いものも、ね、しかも海外でやっちゃうっていう、ね、そうね、うん、環境問題はセクシーに取り組むべきですとかステーキ食いながらステーキ毎日食いたい環境問題セクシー <laughs> ちょっと厳しいかな何かちょっとこの喋り方 うん、うん、まあそのまああれだな石丸の先輩みたいな人でさ、うん、まあなんかこう耳障りのいいお言葉単語をいっぱい散りばめるんだけど結局最後は何言ってんだかよく分かんないっていうまあそんな感じですさ例えばだけど、うん、福島のなんだっけ 環境の問題でなんかさ私の中で30年後を考えたときに30年後の自分は何歳なのかなと思ってていや30年後のあんたは今プラス30だろっていうただそれだけなのに <laughs> いや30年後の僕は一体何歳なんだろうとか、うん、えっと、ちょえ計算できないのっていうちょ <laughs> っとさ うん、それをなんかこう、言っ,ちゃうっていうかね、まあ、あの正確には環境大臣だった時にですね福島県の4つの町長、大熊、双葉、富岡、奈良波あたりと会談して、ですね2045年までに除染廃棄物を一時保管する中間貯蔵庫から県外に運び出す方針を改めて強調したと、その時に、じゃ具体的にどうするんですかって、6か所村拡大するんですかって。 そういう具体策を問われた時に私の中で30年後ということを考えた時に30年後の自分は何歳かなあの8歳直後から考えた。 だからこそ私は健康でいられればその30年後の約束を守れるかどうかの節目を見届ける必要が可能性がある政治家だと思うだからこそ果たせる責任もあると思うこの30年の約束もその思いでライフワークだと言ってきたことをしっかりと伝えていきたいえであのお先導はどうするんですか ?30 年後は僕何歳かなというあの <laughs> 何を君は言いたいやってるい,ういもう何言いたいのか全然わかんないんだけどだから何30年後も俺は政治家やってるからちゃんとやるよって言いたいかまあ <laughs> なんかあのでちなみにえっと小泉のポエムと石丸さんの切り抜きは全然違うから石丸さんは狙って切り抜くわけですよ例えば恥を知れ恥を いう声が聞こえてくるかもしれませんとかっていうのはですねあれ一泊置いてるのはね切り抜きやすく一泊置いてるわけですよだから石丸さんは気持ちいいフレーズをどうぞメディアの皆さんっていうふうにまだ計算してるわけです小泉は計算してない、うん、もうホワ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 30年後とか何もないだから気持ちいい言葉というよりかはあの竹鹿昇元総理の有名なあの言語明瞭意味不明という ただ、言語、明瞭、意味不明は、まだ言語が明瞭だった場合の発言なので、単に意味不明という。ちょっとやっぱり日本語もできない方は無理かなというふうに、陛下にお言葉を発表してうしかないのか。まあ、あれだそうだよ。やっぱり、あの任命式で拒否すると、ちょっといろいろと問題大きくなる。あ、いい、も内戦ですよ。そんなことだったったりであの あれ軽く諭していただく、ねあのーあのー、なんか、ああ、でも8月15日、もう終わっちゃったからな、なんかご挨拶あのー、なんか初夏、所感とか言って <laughs> あ、じゃああれだ、8月の終わりぐらいでいいや、あの今年も暑かったねとか、なんか、<laughs> という所感で、その中,中で、新しい首相は日本語ができる人がいいねって。 なんかこううちょっと入れてもらうまあそれはもうねもしそんなことになった日にはもう大ニュースですけど。<笑><笑>いやまあそうなんだけどさまあちょっとねそういうことしちゃもちろんいけないんだけどまあ、うん、それっってもこのひこれにやっぱりすがりつく。とにかくもう恥も外聞もなくすがりついてだって。 さあまだ高市の方はさ。まあちょっともうくの、中身がない人と比べると、高市さないさえ中身があるように見えるという。<laughs> 見えてしまうっていうさ、そこよね。まだ高市の方が主義主張があるよねっていうさ。やいや、俺高市なんか全然、あのもちろん評価しないけれども、うん、でも主義主張ははっきりしてるわけ。そうね。うん。あのー、まあ。 なんていうのちょっと右翼がかってる人ですさだけど信二郎はそれがないからさ、うん、いやなくてもいいんだよ別にでなんかね神奈川県のね仕事だけしてますとまあ選挙区が神奈川県だからね信二はであのー、県議に毛が生えたみたいなね仕事してて満足してますとかさ いいんだそそれれならそれ、まあ、あのー、今ですね、あくまでブラックジョークと言っただけで、神奈川県で県議で働いてる皆様はですね、えっときちんとあのお仕事されてる人もいるとは思いますが、あくまで新次郎は、あのー、やっぱ、神奈川、擁護できないよ、神奈川県議に例えることもできません。単に潤一郎の、お父さんの潤一郎の下で、ニートやってると。 でそれでたまに SNS でようわからんっぽいもを発表するだけならいいよ。うん、だけならいいよ、うん、だけだったらまあいや、だけでも国会議員で歳費2000万もらうのは許せないけど <laughs> あの、まあ、100歩譲ってね,、うん、ねまあまだいいよ、それならっていうさだがそこで特にその何をしたいのかもよくわからないやつに、うん、40人も推薦人が集まるってさ やっぱちょっと異常な事態だよね、やっぱね。誰もおらんのやってい <laughs> あので他に候補が誰もいないんだと。うん、ね。誰もいないのよって言うならまだわかるよ。うん、しょうがないかな。小、うん、泉進次郎に集まって。でもさ、百花繚乱ってままでね、あれが花だとは思わないが。えー、百花羊乱、百花生命、地味猛猟。そんな感じで。まあ、地味猛猟がさ、うん 11人も顔を揃えてると、うん、他にも、他のところに行って推薦もできるのになぜ進次郎のところに集まるのかっていうね、ちょっと謎、謎っていうか、ごめん、あのあのれは理由は分かって、うん、もうとにかく選挙の顔としか見てない。うん もうあのー、11月にさ、あ、これ今井さんとのあれでも言ったけど、あのー、今井さんが僕は何人かの国会議員に先週取材してみたら、もう完全に11月に総選挙だと。うん、もう自民党も、自民党も,もそう思ってるけれども、うん、一見もみんなそう答えてきたっていう。だからもう絶対に総選挙がある。ですってことは、とにかく、 えと10月に主犯指名をやって、わーって解散して、まあ、なんとか、新次郎でも持つんだよ、1ヶ月ぐらいなら。うんうん、まだそんなにほら、国会であのー、論戦もしないからさ。まあ、とりあえず変な発言もしない。で、解散すれば、俺は助かるかもぎりでみたいな連中が集まってくるわけじゃないよ、やっぱり。えー 恐ろしいねすごくねえかってまあ,あもうやっぱり日本には民主主義とかか無理だったのかもしれない <laughs> そもそも明治維新がねあった時も殺長派閥のクーデターでございますからでそれが日露戦争とかねこういろいろやっていい気になってたら原爆落とされて今度は GHQ の推し規せで始まった民主主義でございますのでもうやはりここはですね この、陛下の御船を仰いで、えー、内閣停止、えー、廃藩置県を戻して、爆藩制度に戻すと。もう、それぐらいの感じにしないとですね、ねも,うもう、ダメなのって。いや、まあ、それはそれと問題あると思うよ。冗談で言ってますけど、いや、本当に新次郎が首相なんかになった日ではですね、あ、ダメなんだなっていう、もう、 まあただ、1個いいことがあります、皆さん、最後に。自民党が崩壊する可能性があります。選挙で勝ったとしても。もう、メタメタになると思う。ここはね、やっぱり、あの、抑えておいた方がいいと思いますよ。だって、岸田さんですら、ここまでダメダメだったわけですから、新次郎なんて、もっと最初だけ支持率高いけど、あと、もっとぐちゃぐちゃ。これは、あの、間違いないというふうにね、思いますんで。 まあそこは一つ、まあ、期待できるポイントかなというふうには思います。で、まあそんなふうにね、えー、思っているんですけど、前から告知していたですね、この日本を壊した政治家たちというですね、この本、一月満万冊特別バージョンがですね、ついに販売がね、えー、スタートいたしました。早速ですね、うん、いつものパターンでですね、この値上げまでのカウントダウンがですね、発動あのしているんですけども、これはですね、あのなんと、 佐藤さんんの新刊なんですけど、えー、皆さんの、ね、本間さん、安富さん、佐藤さん全員が得点動画を10時間近くつけて本質的な話をたっぷりして自民党政治がなんでダメなのかその宿話は何なのかっていうところをですね、きっちり解説そしてこれがたくさん売れれば売れるほど本間さんや安富さんや何より佐藤さんの取材費になってさらに自民党をぶっ壊す。 このね、取材費になるわけですよ。なのでぜひ応援のためにも買い方 YouTube 説明欄に書いてありますのでぜひ買ってみてほしいなというふうに思っております。まあそんなわけでね、えー、本間さん本当にありがとうございます。まあ自民党ぶっ壊すはですね小泉純一郎がね嘘で言っておりました。でも我々はなんとか本当にぶっ壊すことができたらいいなと思って配信しました。今日もドッキしゃじゃねー。 どうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。